鈴木森親です。本日は新千町海釣り公園、4月の海の中を皆さんと一緒に見ていきましょう。本日は4月6日土曜日、水温は12度を指しています。3月は8度だったので、12度は4度ぐらい高くなっております。これがいつも使っている水中カメラです。今回もアミヒメを餌箱に入れて海の中を見ていきましょう。さて、カメラがまっすぐ海の中に投入されました。どんな魚が映し出されることでしょうか。今海の中にカメラが入っていきました。表層から中層、そしてボトムに移動していきます。今ゆっくりとカメラが海底に到着しました。今日は風がなく、風速1メートルもないかという天候となっています。少し曇り空かと思います。海底の映像に戻ります。手前の方ではハゼが楽しく泳いでいます。その奥に大きな魚影が見えます。個体としては30をはるかに超えている個体です。この大きな魚体はクロダイと言います。別名チヌとも言いますね。大きな体を揺らし、悠々と泳いでいますね。このクロダイは大変珍しく、生まれてから3年の間は全てがオスです。3年目を境にオスとメスが分かれる珍しい魚です。地域によってはこの魚は雑食であるために、匂いがきつく嫌う方もいらっしゃいますが、それ以外の地域では臭みが全くなく美味しくいただける魚です。防波堤からでも大物が釣れるため、人気のある魚でもあります。さて、今竿先を映し出していますけども、今日の私の釣果を少しご紹介させていただきます。今回の仕掛けはこれです。 L パイプという仕掛けです。この仕掛けは40年ぐらいの前に発売された仕掛けかと思います。私の父が持っていた仕掛けです。見た時ある方も多分いらっしゃるかと思います。この仕掛けを使って今日は釣りしています。仕掛け自体は天秤のような仕掛けですね。これで海底の根魚などを狙っていったんですが、釣れる魚はフグばかりでした。終始フグ祭りでした。フグもね、食べられればいいんですけども毒がありますからね、すべてリリースさせていただきました。今回4月上旬の釣りとなりました。これからもっともっと気温が高くなっていくと思います。そうすれば魚の活性もおのずと高くなってきます。これからが本番です。今年は特に暑くなる傾向が高いみたいです。魚の種類や数もおのずと変わってきます。これからが本番です。どうぞこの水中映像を参考にして釣りを楽しんでみてください。4月の新地町の海の模様でした。ご視聴ありがとうございました。コメント、チャンネル登録お願いいたします。
それではまた皆さんお会いしましょう。